開けずにガンガンやってくる。今赤ちゃんが離れて、お母さんから離れて遊んでますね。でもああやってね、すぐ戻ってる。そうですね、寒さに弱い動物なんでね、この建物の中今17度18度ぐらいまでね、温度上がってます。でまあこうやって日差しも入ってるんでね、やっぱ日向ぼっこしたりとかしてますね。でこのデングザルなんかはね、お猿さんの中でも葉っぱが大好きなお猿さん、リーフイーター、白衣ザルなんていう風にね、呼ばれてますけど、葉っぱが大好きなお猿さんです。ですからね、今も部屋の中に葉っぱいっぱいつけてありますけどね、葉っぱを主食としていて、あとはね、お野菜とか果物なんかも、あげてます。